皆さん、こんにちは。ジャニーズ事務所の社名変更や分社化の方針を企業はどう受け止めたのか。会見から一夜明けた3日、企業の間には取引再開は時期尚早との見方が広がりました。新会社の形や被害者補償のあり方について十分な説明がなかったことが背景にありそうです。経済同友会代表幹事の新郎武史、サントリーホールディングス社長は3日にあった同友会の会見で、ジャニーズ事務所との取引を再開するモードにはなっていないと厳しい姿勢を崩さなかったのです。サントリー HD は自社の広告へのジャニーズ所属タレント起用について納得いく説明があるまでは新たな契約を結ばないとの方針をいち早く打ち出していました。同事務所が社名変更や新旧会社の分離などを発表した2日の会見について前進したと受け止めつつも、被害を受けた方がきちっと救済されていることを見ていかなくてはならないなどと述べました。被害者への補償の具体策が十分に示されていないことや新会社のガバナンスが見えないことなどを挙げ、同事務所に引き続き対応を求める考えを示したのです。他の企業も取引再開には揃って慎重です。そして会見同日に退所を発表した元 V6 の岡田准一さん、退所ラッシュが始まると言われる中で、特に退所が心配されるのが稼ぎ頭であるスノーマンだというのです。退所した方がいいという意見が多い中、スノーマンの中でも退所を心配されるメンバーが2人いるのです。それは人気メンバーである目黒蓮さんとラウールさんです。特にこの2人は9月ブログでジャニーズ事務所の変化についてある思いを綴っていたのです。9月19日目黒蓮さんが有料会員サイトのブログを更新、その内容がファンに衝撃を与えていました。主演ドラマトリリオンゲームが15日に最終回を迎えたばかりだった目黒さん、ブログの内容についてスノーマンのあるファンは言います。目黒さんはこれまで演じたことがなかったような役柄に不安を抱きつつも、不安なことがあれば言ってくださいと事務所の人に言われたと明かしていました。ファンが注目しているのは、そこで目黒が明かしたジャニーズ事務所の内部事情だと言います。目黒さんは1年ほど前から事務所の体制が変わり、社長などがタレントと面談する時間が取られるようになったと明かしたのです。その結果、タレント自身が仕事を選択できるようになったと言い、働きやすくなったことに感謝を綴っていました。実は同じくラウールさんも同時に有料会員サイトでブログを更新していました。ラウールさんは今年1月に目標だったパリコレデビューを果たしていますが、事務所がその夢を叶えてくれたことに感謝を綴りました。事務所はこの1年ほどでタレントの自主性を今まで以上に重んじるようになったとも言います。ジャニーズ事務所の変化を明かした2人、 SNS 上ではファンから安堵の声が寄せられています。1年ほど前からかなり働きやすい環境であったこと、自分たちに選ばせてもらえること、それはこれからも自分たちで選んで決めていくんだということ、めめらう言葉をありがとう、伝えてくれてありがとう、スノーマンの歩む道に幸多くからんことを、めめらうのブログ把握。1年くらい前から事務所がすごく働きやすい環境になってるんだね、すごく安心した。事務所はタレントの自主性を重んじてくれる良い環境になってるんだね、めめらうがそういうのなら安心だ。しかし一方で目黒さんとラウールさんが揃って綴った1年前という言葉に注目するファンも。現在は 2B の代表取締役を務める滝沢秀明氏が昨年10月をもってジャニーズ事務所を退所しています。スノーマンは滝沢氏がタレント時代に主演していた舞台滝沢歌舞伎に出演し、滝沢氏のタレント引退後は主演を引き継ぐなど、滝沢氏が目をかけてきたグループとして知られています。それゆえ1年前という時期が滝沢氏退所のタイミングと重ねる向きも一部であるようなのです。目黒蓮くんとラウールくんのブログ読んできたけど、2人とも共通して言っている1年前ってちょうどタッキー辞める頃よね。ラウとメメのブログ読む限りでは
ターキーが出てから変わった感じ。私のイメージだけど、ジャニーズって基本事務所が仕事決めてるイメージあるけど、タレント側に意思決定させてくれるようになったのかな。1年前から事務所の体制がとても良くなってるってメメラウのブログ、タッキーさん辞めた頃と重なってるなどなど、ファンからは様々な意見が出ています。ではなぜ目黒さんとラウールさんに退所の噂が出ているのか、まとめていきたいと思います。まず目黒さんは、噂では滝沢秀明さん、プロデュースのスノーマンの中でも特にジュリー社長に気に入られていたようで、かなりタイトなスケジュールで仕事が入っていたとのこと。確かに立つ続けにドラマや映画に出演していますし、アイドル業より俳優業の方が忙しいイメージです。その面からも退所するのではないかと言われているメンバーであると言えますね。また目黒さんにはメンバーの宮舘涼太さんとの不仲の噂があるのです。2023年4月14日に放送された金スマに出演している芸人の陣内智則さんが、過去に嫌いだったメンバーがいるという質問をしました。すると目黒蓮さんが手を挙げ話し始めました。目黒、今だから言える話なんですけど、僕、伊達さんと関係がうまくいってなかった。同じグループになった時に、今までは先輩後輩という関係性だったんですけど、それがメンバーという関係性になった時に、そこに変わるなり方がうまくいかなかった。僕もですし、伊達さんもそうですけど、うまく噛み合わなくて、メンバーになっていったっていう感じだったので、と言っています。また、こんなエピソードがあります。スノーマンは、2020年に CD デビューをすることが決まって、これまで YouTube で配信してきた、ジャニーズジュニアチャンネルから卒業し、スノーマン専属のチャンネルができました。ゲーム中、目黒さんが、人狼は伊達さんだと思うと話し始めます。最初に、市民の人、と聞いた時に主上げなかったのに、さっき聞いた時は、市民、って、噛み合ってない、と言うと、宮舘さんがすかさず、普段から噛み合ってないよお前とは。その返答に他のメンバーはええという顔したり苦笑いしたり。この動画は2019年6月26日なので、デビューすることもまだ告げられていない時期でした。このように様々な理由があり、目黒さんに退所の噂が出たのだと思います。次にラウールさんの脱退の理由は、大学で学業に専念するため滝沢秀明さんの退社、海外進出を目論んでいる、この3つである可能性が高いとされています。ラウールさんは幼い頃からダンスを習ってきました。幼い頃の夢は世界で通用するダンサーになることだったと語られています。2023年1月にはパリコレにも出演を果たしました。今ではジャニーズ初のパリコレモデルとして快挙ですよね。インスタグラムの解説もモデルの幅を広げるためだと語っていました。解散したキング&プリンスは、海外進出にメンバー内、事務所と意見が割れたと言われていますね。ラウールさんも世界進出を以前から公言されています。その様子から、キング&プリンスと同じようになるのでは?と不安を抱くのも仕方ないですね。しかし、現時点でラウールさんが、海外進出するという発表はされていません。いかがだったでしょうか?最後まで動画をご視聴いただき、ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。